はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学の数三、複素数と三角形丸二をお送りします。で、前回ポイントやりましたので、今回問題集2問です。なので1回ここで動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は、まあ、3点 PQR が一直線上で、これがキーワードで、もう一個が二直線 PQ と PR が垂直に交わる、これがキーワードです、それぞれね。で、これはですね、前回の動画のポイントで、まあ、もろにやったものなんだよね。一直線上にあるときはこういう条件だよっていう、垂直に交わるときはこういう条件だよってやりました。で、両方とも、まあ、キーポイントになるのが、各、まあ、QPR、こいつについて。で、これを、アーギュメント、ベータマイナスアルファ、分の、ガンママイナスアルファと。まあ、これが成り立ってますよ、って前回やったやつね。で、これを考える上で、この部分です。ベータマイナスアルファ分のガンママイナスアルファ。これが、こっちの一直線上だったら実数になる。あれが垂直に交わるんだったら、準虚数になる。っていうそれぞれ条件がありました。だから、この問題を解いていく上で大事なのはここですね。これがどうなるのっていう。で、まあ、覚え方として、こいつは、PQ 分の PR のことなんだよ、みたいなことを話しましたけど、まあ、PQR のね、あと QPR か。この順番 QPR って書くといいですよみたいな話もしましたが、ひとまずはこれについて考えていきます。で、アルファベータガンマがそれぞれ何かっていうと、アルファこいつ、ベータガンマです。だからあと当てはめるだけです、それぞれを。で、ベータマイナスアルファからスタートなので、一応カッコつけようか。3プラス 2i マイナス2プラス i 分のガンマは x がいるんだよね。x プラス 3i マイナス2プラス i とこうなります。で、長くなるんだけど、まずこっちからいこうか。下マイナス配るとマイナス2なんで1、プラス i か、分の x マイナス 2i がくっついてない部分、ここね、 x とマイナス2で、3i とマイナス i になるんで、プラス 2i とこうなります。で、こっからちょっとめんどくさいのが、これを有理化、まあ有理化というかね、こう下の分母の i を消しに行かなきゃいけないと。で、そのために、まあ今までやってきましたけど、1プラス i、これの、ここね、符号を変えたものをかけます。分母にも分子にも。で、分子はちょっと中括弧つけようか。x マイナス2プラス 2i にこれをかけると。そしたらしんどいね、もうね。で、下の部分は公式を使って1マイナス i の2乗になります。1マイナス i の2乗で、 i の2乗がマイナス1なので、1プラス1で2になる。分母はね、こっちは2です。で、ここはまだいいんですけど、分子なんだよね。で、自分はまあ、x マイナス2を一塊で考えてしまうので、これと1をかけて、まあ、そのまんま、x マイナス2から入る。こいつとマイナス i をかけるので、マイナス、x マイナス 2i。本当はマイナス入れといた方が楽なんですけど、後で考えるときに。まあ、一応書き、普通に書くからね。で、2i とプラス1なんで、ここはプラス 2i。で、2i とマイナス i なので、マイナス 2i2 乗。i の2乗がマイナス1だから、結局プラス2になります。まとめましょう。i がついてる部分、ついてない部分でまとめていくと、ついてないのは、x マイナス2とプラス2です。くっつけると、x しか残りません、ここは。ちょっと君、上に上がってね。ごめんよ。こうならじ。で、i の部分なんですが、さっき入れといた方が楽っていうのは、自分基本的に、プラスカッコ i と、これでまとめたい。ので、入れちゃった方が、プラスにして、マイナスとプラスでしょ。の方が、マイナス x プラス2と、プラス2がくっつくって分かりやすいから、
マイナス x プラス4にした方が分かりやすいかなと思います。ここのミスを防ぐためにもね、まあ、変なミスするともったいないんで。で、ここまで終わりました。これでやっと綺麗な形まで持ってったと。で、ここで大事なのが、今回やりたいのが、まあ、さっきも言いましたけど、一直線上になるってことは、これが、実数にならなきゃいけないと。ね、実数になるので、じゃあ実数になるためには何かっていうと、実数ってのは i がいっちゃダメなんです。i がいっちゃダメ。じゃあ i を消すためには、i にくっついてる、ここ、マイナス x プラス4。これが0になればいい。そうすれば i のとこ消えるからね、0をかけて。いいかな。で、あとはこれ解くだけ。まあこれ簡単に解けるので、つまり x イコール入ってた。x イコール4。これで終了となります。で、まあ大体定期テストの時、まあこの流れでセットで出てくることが多いんですけど、今、最初にも言ったように、PQR が一直線上は、こいつが実数なの。で、PQ 分の PR、今、PQ 分の PR ちゃんと考えてるからね。が垂直って言われたら、こいつが準虚数になればいい。つまり、連続でやってきたのに、あ、いや、連続でやってきたので、続きだから、もう計算同じのやってもしょうがないんで、今、もうこれ計算したらこうなったでしょ。で、一応書きます。2分の、x プラス、プラス4。はいと。で、こうなったと。で、これが、今回は準虚数になると。準虚数になるので、じゃあ準虚数って何って言ったら、i しかない数字ね、まあ、数字でも i しかない数になる。つまり実部のこの部分 x の部分が数字が0にならなきゃいけない。つまり x イコール0です。ただしこれ途中式書かされるときこれちょっと足りなくって、準虚数っていうのは i が残らなきゃいけないのね。つまりここの i にくっついてるマイナス x プラス4が0になっちゃいけないんです。これで、こっちはなんで書かなかったかっていうと、実数って0も含むんで、別にここ0になってもよかったの。あ、こっちだ、ごめん。ここね。i にくっついてるこいつは消えなきゃいけないから0になんなきゃいけないんだけど、x は残ってりゃ何でもいいっていう。だからこっちはこれだけで平気なんですが、準虚数は、こいつが0になっちゃダメだし、で、こいつが0になんなきゃいけないっていうダブルな条件が発生します。でも結論として答え x イコール0で変わらないんだけど、こうなる。で、よって x イコール0。これで終了です。ただ途中式考えるんだったら、準虚数のことちゃんと分かってんのってとこ見られるので、ここの i にくっつく数字が0じゃダメだよっていうのは書いた方がいい。これに関してはね。で、これを解くにあたって、まあ、これで一応終了なんですけど、まあ、前回のポイントからやってきたように pq 分の pr を考えますよね、ずっと。で、例えばじゃあこれじゃなきゃダメなんですかみたいな考えるのを、じゃあ QP 分の QR にする。だから、これ後ろから引くんで、アルファマイナスベータ分のガンママイナス、ベータか。これじゃダメなんですかってね、言われることがあるんですけど、これ大丈夫です。これでやっても解けます。この部分をね。と言ってもちゃんと X イコール4になるから。なるんですけど、途中でも話したように、つながりでこう、セットで出ることが多いのね。で、こっちは PQ と PR って指定されてるので、これでやっちゃうと PQ なんだけど、こっち PR じゃないんだよ。だからこっちはずれます、答えが。で、結局 PQ と PR を使ったもので解かないと2番は解けないので、だったら一緒にこっちやった方が、2回こんなことするのめんどくさいでしょ。なので、まあこうやって、片方にね、まあこれ、まあここ大体 PQ の PR でいけますけど、定期テストは。まあ、ここ見て、じゃあこれがあるからこれ使っていこう。じゃあ計算してって、2番に関しては1番で使ったものを使ってやったら時間短縮でいけますよね、みたいな流れでやってもらえればいいと思います。
では、今回は高校数学の数3、複素数と三角形丸2をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では次回ね、また続きやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。